カンディド・アマンティーニはカトリック教会五十何回の司祭、エクソシスト。アマンティーニは、トスカーナ州の貧しい家具職人の長男として、山村で生まれ、幼少時に、司祭の志を抱き、1926年12月23日、12歳の頃、親元を離れ五十何回に入る。修道生願を果たし、古代ローマ時代に殉教した聖、カンディドスにちなみ。ニチナミ 無限在の管理との修道名を名乗り、1937年3月13日、司祭除解される。1938年から1960年までは、神学校などで、ヘブライ語と聖典を教えていたが、1961年に、病気で、長期入院し教師を辞めることとなった。回復後の活動は変化した。1962年、ローマ市教区の、 エクソシストに正式に任命され、彼は一度は断ったが、頂上の修道院長に悟され任命を受ける。アマンティには、ローマの聖なる階段という聖堂に拠点を移し、エクソシストとして多くの悪魔払いを行い、信者の信頼を集め、ガブリエーレ・アモルス等のエクソシストが排出した。1973年に公開された映画エクソシストを鑑賞。 誇張された演出以外、的確に捉えていると評価した。1992年9月22日、ローマで死去。2012年7月13日、アマンティーニの劣勢調査が正式に開始された。ありがとうございます。